はい、どうも皆さんこんばんは、サイデーマンです。風のタクトやっていきたいと思います。こちらガノン城から、ガノン四天王をすべて片付けまして、正面行きたいなと思います。ようやくガノンに会えるんじゃないかと、まあもしくはもう少しダンジョンの攻略が続く。ちょっと城っぽくなってきましたね。城の内部にとりあえずこのバイキンマンから片付けるか。下がれ。ちょっとなんか白っぽくなってきましたね。本番っていうことでしょうか。ガノン城がね、確かにあんななんか廃校みたいなところで終わるはずがないので、まだちょっと内部の攻略は続きそうですね。さあ、とりあえず概要を把握します。俺のここまでやってきたゼルダの伝説の勘を信じてダンジョンを攻略していきます。ここもまたあれか。三つ？いや、二つか。正面は空いてないので、二つですね。左もしくは右。どっちだ？右だ。人間は迷った時に左を選択しやすい。だからこそ右に行くべきなんです。ん？なんだ？なんだこの部屋は。どういうことだ。最低マンよ、この部屋の中の様子をよく覚えておくのだ。床の形、壁にかかっているものの数、それらはこの先にある謎を解く鍵になる。見落とすでないぞ。なるほど、覚えろと。今このある風景を覚えろってことです。今なんか注目したじゃないですか。真ん中に穴が開いていて、向こうに火の松明がついているのが3つ、3142、右から3142、3142、これちょっと覚えておきましょう。で、真ん中に穴が開いていると。これはこの闇の底に勇気を持って飛び込むべし。さすれば我がしもべの持つ剣が我を指し示す道しるべとなるであろう。我がしもべの持つ剣が指し示す道しるべとなる。これもちょっと重要そうですね。ちょっと覚えておく必要があります。で、飛び込んでもいいんですけれども、こうなってくると反対側は一体何なんだってことになってくるんですけど、ちょっと反対側の様子もちょっと見に行きます。ちょっと飛び込んでもいいんですよ。いいんですが、ここは？あ、こっちも何かしらあると。ほう、なるほどね。各両方に要は攻略のあれがあるということか。いや、まずは火の方から行きます。こっちなんかちょっとややこしそうなんで、あとハイラル王からのナビも入らなかったんで、こっちを先に行きます。に、変わってる？もしかして火の数変わってるってことはない？3142ね。勇気を持って飛び込むべし。いきます。勇気を持って飛び込みます。いや、違う違う違う、ローリングで降りようとしたんだよ。いきます。勇気を持っていきましょう。3142ですね。よく覚えておく必要が。なんだ、ファントムなのか。落ち着け、冷静にやれば。これか。でかい。違う。なんだ、でかいぞ。これ何なんだ一体。いつものように弾き返すんじゃないのか。
旦避けます。今の隙に攻撃するってわけでもなさそうなんで、あ、これだといいんですけど、うん、あのでかいなんかフリーザの必殺技みたいなやつは気持ち早め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 、オッケー、くらえ、オッケー、やったか。なんだ、手応えがなかったですね。なんかまだ仕留めきれてないっていうことが。で、扉が、俺はそもそもどっちから入ってきた？こっちから来ましたよね。思い出せ。我がしもべが示す先に行くべしみたいなこと言ってなかったか。これか、もしかしたら。ってことは、示してる先はこっちっていうことか。でも俺倒した箇所があれだから関係ないよね。だってこっちで倒してたらこっちに剣向いてましたもんね。いや、でもこれだけ見るとこっちに行けってことだと思うんですけど、これ持てる？持てるわ。こっちってこと？じゃあ違うのかな。剣の示した先に違うっぽいな、どうも違うっぽいな、どうも。くそ、お前らに構ってる暇はない。なかなか厄介な謎解きを用意してくれたな。よし、多分違うな。でもやろうとしてることは多分これで合ってるでしょ。クリアしたことある方、僕のリスナーさんで結構いらっしゃるかなと思うんですけど、やろうとしていることは多分こういうことだと思うんですよ。剣の向いている方向みたいな。でも倒したところによって剣の方向って絶対変わるんだよな。うん、こっちは多分外れですね。おそらく外れっぽいですね。戻りますか。うん、剣の示した先、またか。ちょっとこいつ倒して、また見てみます。はい、再び倒しました。で、案の定剣が転がりました。で、おかしなことがあるんですけど、剣の方向ってこっちを向いてるじゃないですか。俺こっちから来たんですよ。だからこの奥はさっき敵がいた部屋なんですね。だから違うんですよ。この剣の向いている方向ってじゃないのかな。我がしもべが持つものの先を行けみたいなことを言ってましたよね。だからこっちっていうことだったらこっちなんですけど、違うかったんで、もしかしたらこの剣の刃の方じゃなくて、この持ち手の方のことを指しているのかもしれないです。もしかしたら俺はこの剣の先だと思ってたんですけど、俺向こうから来たんですよさっき。だから絶対ありえないんで、この持ち手の方だとしたらここなんですね。ちょっとまあまあ行ってみるか。もう闇雲に、闇雲、あ、行けたのか。あ、行けたっぽいです。はい、また倒しました。で、さっきの理論で言うと、この塚の部分なんでこっちですね。ですね。はい、謎は全て解けた。実写の名にかけて謎は全て解けました。はい、ということでこの調子でどん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 進んでいきましょう。はい、ちょっといつもと雰囲気が違ったので止めました。最後っぽいですね。うん、最後のファントムガノンっぽいです。解けたぜ、謎かな。
じっちゃんの名にかけて。真実はいつも一つ。解けました、謎が。よし、もうこいつとの戦いももう慣れたもんですよ。 OK。 でこっちしかないですわね。はい、やりました。なんか出てきた。ボス部屋の鍵とかでしょうか。ボス部屋の鍵の宝箱じゃないな。何かな、全くわからないが、何か重要なアイテムが入っていると思います。はい、光の矢を手に入れた。弓を構えた時に ZR で切り替えて撃ってみよう。光の矢、聖なる光が悪を射ると。はい、ということで光の矢を入手しました。よし、早速じゃあ装備していくか。お、ガノンっぽいな。戻ってきたってことでしょうか。戻ってきましたね。はい、戻ってきました。で、光の矢を入手するために多分ここに飛び降りたんだと思うんですけど、あ、ここか。この謎がまだ解けてないんですよ。この謎がまだ解けてないんですね。だから向こうの火がついていたやつ、あれがポイントになってくると思うんですけれども、ちょっともう一度見に行くか。これなんだよな。最低マンよ、この部屋の中の様子をよく覚えておくのだ。床の形、壁にかかっているものの数、それらはこの先にある謎を解く鍵になる。見落とすでないぞ。ここにある石板は下の謎解きに使う石板のヒントだったので、多分この謎とは関係ないんですよ。あのろうそくですよね。向こうが3つ火が灯ってて、で反対側の部屋にクリスタルスイッチがあったんですね。クリスタルスイッチがあったから、3回叩いて、順番に叩いていけみたいなことなのかな。例えば一番右にあったクリスタルスイッチは3回叩いて、次は1つ叩いてみたいな。で、あれが4つ2つ、もしくは順番にクリスタルのスイッチを入れていけみたいな。弓矢で順番に、例えば1だったらここの最初に押して、で次にこっち押して、次にこっち押すみたいな。まあとりあえず一通り試してみるか。3142、これだけ覚えておきましょう。とりあえず一通り試してみよう。いや、面白くなってきましたね、この謎解き。どこ、急に、お呼びじゃないっすわ。なんでここにまで来てんのよ、この日は。これさ、光の弓が効くんじゃないの、これ。もしかしたらワンちゃん、あ、わかりました、弓矢だ。皆さん、弓矢です。食らわしてやろう。貴様が人間界の光の弓矢の受賞者第1号だ。食らえ、刺激をな。はい、と沈めました。ガノンはね、光の弓矢に弱いんですね。で、あとビームが一発外されたので、間違いなかったですね。さあ、問題なんですけど、謎解きですね。3142だったのか、これだ。で、クリスタルの位置的には右から3142なんですね。だからブーメランで順番につけていくのか、回数分叩くのか、まあいいや、やってみるか。とりあえず1から。光の矢もったいないわ。
とりあえず1で2だからこれだ、2 3 4、違うのか、もしくは間に合ってない、ブーメランで一瞬にして順番につけていくみたいなことか。例えばだから1がこれだからまずこう、2がこれだから次にこうで、こうこうみたいな、どうだどうだ、はいといけました。これで無理だったら回数分叩くみたいなことをやろうかなと思ってました。ふう、いや結構むずいなこの謎解き、やりごたえがあります。なるほど、ガノンはここから地上によみがえったというわけか。最低マンよ、ガノンが作り出した地上への道、我々が今度は使わせてもらおうではないか。海の上の世界で何か必要なものがあれば船に乗ってその光の中に入るのだ。海の上の世界で何か必要なものがあればその光の中に入るのだ。海の上の世界で何か必要なものがあれば船に乗ってその光の中に入るのだ。船に乗ってその光の中に入るのだ。はい、ということなんですけれども、ここに飛び込む前にですね、一旦この辺でこのパート切ろうかなと思います。はい、ということでまた次回ね、クライマックスになるのかわからないんですけども、次回もお楽しみに。最低マンでした。ありがとうございました。